どうもプリンです。今回は2023クリスマスガチャで登場したアルジェと、あと強化をもらいましたポロネを使ったパーティーで村壊滅の潮流を攻略してきましたので、今回もですねキャラクターの性能とかパーティーについて紹介させていただけたらと思います。それで立ち回りについてはですね概要欄の方にまとめておきますので、よかったらそちらも、合わせて見ていただけたらと思います。あとよかったらチャンネル登録高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。ということで早速なんですけども、キャラクターの性能から見ていきたいと思います。まずは今回リーダーとフレンドで使っているアルジェですね。アルジェはですね非変身キャラなんですけども、かなり強いリーダースキルを持っております。それで確定ガチャで買うこともできるので、ぜひね1体手に入れておきたいキャラとなっておりますね。覚醒スキルがスケブが4つあるのと、あと火力面はですね浮遊と4色攻撃強化プラスが2個あります。あとは最近の他色の、トレンドであるガードブレイクもねしっかりと持っているというところですね。裏壊滅の潮流なんかではねこのガードブレイクがかなり生きてくるというところです。で超覚醒が、スケブ増やすこともできますし、あとLG 攻撃強化もね持っておりますので、潜在覚醒でアシスト無効解除の潜在覚醒をつけることができるというところも強みとなっております。でスキルが5ターンで発動できて、5ターンの間ランダムでルーレットを1個生成、操作時間を 1.5倍で、ロック解除をして盤面を火、水、木、光、闇ドロップに変化してくれます。最近ね増えてきたルーレットループのキャラなんですけども、操作時間もしっかり伸ばしてくれますし、あとはね5色陣を変換してくれますので、最近ねまたこれもよくある花火とかに対してしっかり対応していけるというところも強みとなっております。でリーダースキルがねかなり特徴的で、4色以上同時攻撃でダメージ 77% 軽減、3コンボ加算、控えドロップを消すたびに攻撃力が 5.5倍、固定1ダメージとなっております。コンボ加算もあるし固定ダメージもあるというところがまず強いんですけども、火力面ですよね。控えドロップを消せば消すだけね火力が上がっていくというところで、今回のパーティーはですね控えドロップを3セットを消していくと火力が出るんですけども、3セット消せばですねなんと火力が約166倍となっております。めちゃくちゃ火力が出ますね。パーティー全体で今回ねアシストとかそんなに火力に振っていないんですけども、それでもねこのリーダースキルのねおかげでかなり火力を出せるといったパーティーとなっております。であとはねアルジェの強みとしては、控えドロップを消せば消すだけ火力が上がるんですけども、控えドロップをね1コンボとか2コンボもしくはね4色以上で、軽減晴れますので、控えドロップを消さないっていうこともできるんですよね。控えドロップを消さなければ火力が出ないので耐久をねしやすいというところも、このアルジェのねかなりの強みかと思います。はい、最近ねやっぱり耐久したい場面もありますので、アルジェかなりいいんじゃないかなと思います。ちょっと事故ってね控えドロップが起こってきちゃっても、火力がね抑えられるので耐久しやすいという感じです。はい、で今回ねもう一人の、紹介したいキャラがポロネですね。今映っているのが変身後の性能なんですけども、まず変身前としてはですね12ターンで変身できてスキブが2個あります。ヘイスト2ターンしてくれるというところで、12ターンでねめちゃくちゃ軽い変身ですし、ヘイストも持っていますので変身キャラが多いパーティーでも使いやすいというところですね。で、スキルがね、かなり特徴的で、2ターンの間、ダメージ吸収と属性吸収を無効化、で、キサナイドロップと覚醒無効を回復というところなんですけども、最近とかは昔からなんですけども、主要の、4つのギミックを対応してくれるというところで、8ターンで打てるという感じなんですけども、なんとね、このキャラ、覚醒スキルで、ヘイストじゃないや、なんだっけ、これ、スキルチャージか。思っておりますので、実質ね多色だと4ターンでこのスキルを打つことができるというところで、めちゃくちゃ小回りが効いてね範囲が広いというところで、すごいいい性能となっております。あとは強化によって覚醒スキルがですね、5色攻撃プラスが2つと、あとガードブレイクもありますので、しっかりとね、今回アルジェがねリーダースキルでめちゃくちゃ火力を出すというところもあって、ポロネ自身もねしっかりと火力を出せるというところが、強みとなっております。で一応リーダースキルもね確認しておきますと、火と木属性の全パラが 3.3倍で、木と火の同時攻撃でダメージ 25% 軽減、攻撃力が9倍となっております。リーダーで使うことはないと思うんですけども、ポロネねかなり注目されているいいキャラなので、もし可能であれば狙っていただ、ガチャで狙っていただければと思います。前からいるのでね持っている方も多いと思うんですけども、はい、かなりいいキャラとなっております。でアルジェもポロネもねイラストもねめちゃくちゃいいんですよね。だから今回ね、このパーティー、
まあ、全体的にかなりいい感じの性能というか見た目になっているかなと思います。はい、まあ、そんな感じのねキャラクターなんですけども、パーティーの方で話していきますと、まずねリーダーとフレンドがアルジェですね。でポロネがサブに入っていて、あとは、ファスカ入れております。ファスカは覚醒無効と消せないドロップ解除に加えて、盤面変更も持っておりますので、その役割として連れてきております。あとはセッカですね。セッカが軽減ループプラス、なんだっけ、回復エンハンスとなっております。で操作時間延長もありますね。であとは、キティなんですけども、こちらもルーレットループの役割として連れてきております。なんで今回のパーティーはですね、ルーレットループのキャラが3体いるといったような感じのパーティーとなっていて、まあ、ベースはねこのキティの方でやっていって、ところどころアルジェを使って、やっていくというような感じとなっております。で最近の多色はですね、ルーレットに頼ってあのパズルをしていくことが多いと思うんですけども、やっぱりそうなってくると相手のルーレット書き換えにね非常に弱くなってしまうというところがあります。ただ今回のパーティーはですね、ルーレット書き換えがまあ3体いますので、あのルーレット書き換えに対してもねかなり強く立ち回っていけるというところが今回のパーティーのいい点かなと思います。で、あとね気をつける点もありまして、今回のねパーティーは、このキティとアルジェがですね操作時間、ループするような性能をしているんですけども、セッカもね操作時間伸ばしてくれるんですよね。ただセッカ一旦しか操作時間伸ばしてくれないので、セッカ使っちゃった後にしばらくねあのルーレット系のキャラが使えないと操作時間短くなってしまいますので、セッカのタイミングちょっと注意かなと思います。はい、まあ、そんな感じのパーティーですね。でしっかり、光参考まで火力を出していけるという感じとなっております。あと操作時間はですね、まあ、ベースキティ使えば2倍となっているんですけども、まあ、そんなにね、なんだろう、余裕がなかったですね。パズルに光3個も取り出すのに。だから、まあ、ちょっとパズル力が求められるというか、まあ、しっかり光ドロップをね、取り出していかないといけないというところは注意点かなと思います。でもね、火力がマジでアホほど出るし、使っててね、めちゃくちゃ面白かったので、かなりいいパーティーだなと思いますね。で、こっからはですね、まあ、立ち回りについてとか、あとね、雑談なんかしながら進めていけたらと思います。で、とりあえず今インドラに行きました。インドラはね、回復花火がありますので、アルジェの変換で対応していくといいかなというところですね。で、今回ね、アルジェリーダーとフレンドで使っているんですけども、実はですね、クリスマスガチャ、まあ、課金しまして、アルジェ2体目を、まあ、しっかりと追いました。で、結果から言うと2万5000円ぐらいかな、まあ、課金したんですけども、実はね、アルジェ2体目引くことができませんでした。はい。もうね、課金引くに引けなくなって、最初、まあ、1万円だけ課金したんだけど、まあ、最終的にね、2万5000円まで到達して、で、まあ、結局出なかったわけなんですよ。今回使っているアルジェはですね、実はこれ、サブアカのアルジェを使っておりまして、サブアカもね、ちょっと、まあ、アルジェもちろん引けなかったんで、サブアカの確定ガチャ買いました。はい、そこまでしてね、今回動画を撮っております。いや、マジできつかったですね。皆さん引きましたかね、このクリスマスガチャ。でさ、今週からまた鬼滅コラボがやってくるわけなんですけども、鬼滅コラボのね、キャラも、まあ、どれも魅力的というところがありまして、で、既存キャラはね、もちろん全部持っているんですけども、新キャラもね、かなりいいので、まあ、正直課金してガチャ引きたいというところで、ただまあ、金がなくてね、本当に今困っております。まあ、給料日がね、25日に来るので、もう少し我慢すればいいんですけど、まあ、めちゃくちゃ苦しい。はい、そんな感じでございます。皆さんクリスマスガチャ引けましたでしょうか？アルジェ2体目引くことができたんでしょうか？はい。気になるところですね。アルジェ2体入れた方はマジで羨ましいです。まあそんな話は置いておいて、はい、シルフの回に行きました。で、シルフはですね、基本ワンパンで行きます。で、ウンディーネが2パンとなっていて、ウンディーネは半分時に、ルーレット書き換えが来ますので、注意ですね。はい。で、で、あと次の回想で、なんだっけ、マシンアテナが来ると遅延もらえますので、まあ、ちょっとそこは注意というところですかね。うん。まあ、そんなところかな。あと、ゼウスが来ると操作時間短縮されますので、そこに対してね、操作時間、まあ、短縮というかもう激減されてパズル組めなくなりますので、操作時間を返せるキャラを貯めておくというところも忘れないでください。で、今回のね、まあ、このシルフは半分行くと覚醒無効来るんですけども、まあ、基本的にね、火力、光ドロップ見つけさなければ出ないので、まあ、耐久も耐えやすいかなというところですね。もちろん、ウンディーレも耐久できると思いますし、うん、しっかりここは耐久していきたいところだと思います。で、あと、最後、ヘラもいるのか。ヘラは、まあ、基本的にはポロネ使ってワンパンできるので問題ないですかね。今回のパーティーね、マジ全体的に火力が高いので、使っててね、めちゃくちゃ面白いです。
全キャラね、あの裏まで、裏というか、副属性まで完走してくれるというところがあって、本当にいいパーティーだと思います。ということで突破していきました。で、11回、今回はね、マシンアテナが来ました。で、マシンアテナはですね、ダメージ吸収が来ますので、まあ、基本的には2ターン耐久してポロノを使って倒しに行くというところがいいかと思います。あと、半分時にですね、あの、非属性吸収が来ますので、で今回ね、あの、キティ、てか、キティ呼んでるけど、あれね、ラフィーネキティ、がですね、非属性入っておりますので、まあ、基本的に、まあ、ラフィー、これしかも第3属性副属性かちょっと待ってね。ラフィーネキティは第2属性、副属性だから、まあ、左側に寄せておけばいいのかもしれないけど、あの、非吸収来るので、まあ、ポロネ使った方が安全かもしれないですね。はい、そんな感じとなっております。でゼウスは、操作時間回避して基本ワンパン可能。でヘラもワンパン可能です。ただまあ耐久することもね、たやすいので、まあスキル状況に応じて、耐久していただいてもいいのかなと思います。特に後半ね、操作時間短縮とか、花火に対してアルジェとか、結構たくさん使っていきたいので、スキル貯め直しに行くというところもありかもしれないですね。はい。で、しっかりと、耐久して、まあ、ここはもうそんなに話すことないかな。まあ、そんな感じです。でここから先は本当にね、スキル温存しながらいけば特に問題ないと思うので。で、あとは、ゼウスの先生がね、石化ないと受けれないんですけども、ここからしばらくは石化いらないので、石化のスキルもちょっと温存しておくといいと思いますね、ここから先。はい。まあ、そんな感じです。で、今回は3ターン耐久して、あれですね。あれですね、つって。属性吸収が消えたところから殴りに行きました。まあ、ポロネ、一回取っといてもいいのか。3ターン耐久してからポロネでもいいかもしれないですね。次の回想まで考えると。まあ、その辺は概要欄の方にもまとめておこうと思うんですけども。はい。光ドロップをしっかり取り出すと。まあ、光3個も組めばね、火力しっかり出るので、光3個も組めた後は、光ドロップね、ちょっと取り出しておいて、次の階層のね、パズルに備えるっていうのも、まあ、ありかと思いますね。僕、ちょっとそこを意識しましたね。2個ぐらい光ドロップを取り出しておくというところを意識しました。で、非吸収来ますね。で、非吸収来て、まあ、ワンチャンいけるかなと思ったんですけど、盤面ね、非ドロップめちゃくちゃたくさんあったので、ここはもう素直にプロネを使えばよかったですね。はい。まあ、そんな感じかな。で、しっかりとここもパズルを組んでいくと。光がね、まあ、3個取り出さなきゃいけないんで、3コンボ分取り出さなきゃいけないんでね、結構最初から光がないときついみたいなところはありますね。あとは、必ず、あの、火力を出さなきゃいけない場面っていうところも、まあ、ありまして、ボスの1段階目、14階か?このダンジョンは。14階がですね、必ずワンパンしなければいけないというところがあるので、まあ、そこはかなり注意して、機械ドロップ確保していった方がいいのかなと思います。他の場面はですね、割かし、まあ、あの、ミスしても取り返しが、つくことが多いのでいいんですけど、14階だけはね、必ずワンパンしないとやられてしまうので、そこだけ注意ですかね。機械ドロップがめちゃくちゃたくさんありました。はい。で、しっかりここは倒していくと。ちょっと落ち込みも来て、突破ですね。次の階層は、まあ、どれ来ても基本的には大丈夫かなと思います。今回、ゼローグですね。ゼローグはもうそのまま上からワンパンできます。わりかし、このゼローグがさ、他のパーティーだとちょっと硬くて火力が足りないみたいなこともあるんですけど、今回のパーティーマジで火力高いからゼローグは余裕ですね。めちゃくちゃいい。で、次の階層で、なんだっけ、あの、光のドラゴン。名前出てこなくなっちゃったな。シェラザードドラゴンが出てくると、まず初ターンルーレットがありますので、まあ、注意というか、ルーレット返せるようにしておいた方が安心ですね。であとは、他のドラゴンは基本的にワンパンも可能なんですけども、あの、火の方のドラゴン、なんだっけ、あのドラゴン、ブラフマーじゃない方のドラゴンが出てきたときに遅延もらえますので、まあ、場合によっては、スキルダメ。していくというところも必要かなと思います。はい。今回出てきましたね。最近、もう年を、なんか名前が出てこない。年取ってきて。もうやばいな。ちょっと、記憶力がやばくなってきました。まあ、こんな時は、しっかり見て、千里ドラゴンだったね。はい。ちょっとしっかり攻略サイト見ちゃいましたけど、千里ドラゴンですね。まあ、遅延もらえますので、リーダーフレンドのアルジェのね、スキル、ちょっと溜め気味に行くといいのかなと思いますね。
まあ、こいつの行動もね、さして怖くないですし、まあ、もちろん耐久もね、かなりしやすいと、まあ、先ほどから述べている通り、耐久もしやすいので、耐久しておくといいのかなと思います。まあ、ちょっと今回は光ドロップめちゃくちゃ消してるので、これはワンパンですね。はい、ということで突破していって、で次14階です。14階からボスですね。で、ボスはもうここワンパンしっかり必要なので、ワンパンしていくというところですね。で、今回、リーダーとフレンドのコンボ加算が、何コンボかな？ちょっと待って。アルジェが3コンボだったよね。で、てか、どっちもアルジェか。だから6コンボ加算なんで、盤面8コンボ組めば、まずコンボ吸収は大丈夫というところですね。なので、光3コンボ含む8コンボを組んでいくというところですね。で、次の階層で、まず闇花火が来るので、そこでアルジェを1枚使いたいです。で、2ターン目に操作時間短縮が来るので、そこに対して操作時間を返せるスキルを用意しておくというところが必要ですね。ちょっとこの辺頭使うかなと。まあ、頭使うってほどでもないけど、ちょっとスキルの準備が必要なので注意していただきたいというところですね。ということで、普通にワンパンします。で、第2段階目ですね。第2段階目が基本的に2パンできると思います。で、まず初ターンはですね、闇花火が来ますので、はい。まあ、基本的にアルジェ使っていくのが丸いかなと思います。ただ、まあ、ルーレットが一応基本、たくさん作られるので、まあ、そのまま、まあ、軽減を張ることも可能だとは思いますね。ただ、まあ、安全に行くならアルジェを使うのがいいかなというところだと思います。次のターン操作時間が激減されますので、そこは返すのが必須かなというところですかね。まあ、4色組めば軽減張れるから、ワンチャンそのまま軽減張れるかもしれないけど、うん、まあそんな感じです。で、しっかりとここね、削ることができます。OK。操作時間が取られますので、そこを返していくという感じですね。今回は石化がね、溜まるようにしてあったので、石化を使っていくと。石化もね、まあここで使う、まあ、ゼウスの回を抜けた後ね、ここまで取っといて大丈夫なので、しっかりと打つことができますね。しっかり光をまた分割してあげて倒していくと。はい。で、光ドロップをちょっとね、2個ぐらいキープしておいて、次の階層にも備えております。はい、で、落ち込む乗って倒しますね。ということで、最後、ボスまで来ました。今回ね、このボス、基本的に4パンぐらいで倒すことができます。で、適宜ルーレットを書き換えが来ますが、今回ね、ルーレットを書き換えられるキャラがね、何体かいますので、基本的には対応していけるだろうというところですね。半分時に必ずルーレット書き換えが来ますので、最後、なんだっけ、半分いった次のターンにルーレット書き換えできるようにしとくというところは必要ですね。うん、まあでも、前の階層の、1回目で使っていれば、溜まり直すかな。うん、溜まり直しますね。なんで大丈夫だと思います。で、光ドロップをしっかり分割していくと。あとは、まあ、トゲドロップね、たくさん来ますので、回復44、まあ、もしくは43で消していけると安心かなと思いますね。はい。トゲドロップあんまり消しすぎるとね、ちょっと、まあ、良くないってこともないけど、結構 HP 削られてしまいますので、トゲドロップ本当にちょっと注意しながら、てか、ま、回復を優先しながら生きるといいと思います。あと、アルジェを使うとですね、回復ドロップは生成してくれないので、その時はちょっと注意ですかね。うん、回復ドロップの確保に注意が必要というところですね。で、しっかりここも光を分割していって、光ドロップを取っとくと。ちょっと取っとこうと思ったんだけど、めっちゃ待ちみたいになってて、消えていくと。はい。で、落ち込むを乗って半分まで行きますね。はい、ということで動画もね、終盤の方に入っていきましたので、まとめに入っていくんですけども、今回はですね、サブにポロネを入れたクリスマスアルジェパーティーで裏壊滅の潮流を攻略してきました。まあ、本当ね、火力はトップクラスに出ますし、使っててね、めちゃくちゃ楽しかったです。で、確定ガチャで買うことができますので、フレンドの力をね、借りることによって、クリスマスガチャからね、引き当てなくても、アルジェはね、遊ぶことができますので、よかったらですね、ちょっとお金に余裕がある方は、確定ガチャ買ってみてもいいんじゃないかなと思います。あとは、まあ、多色リーダーとしてね、めちゃくちゃ優秀なので、今回みたいにね、アルジェじゃなくても、アルジェと他のキャラ、組み合わせて戦うこともできると思いますね。例えば、アルジェとこの、ハローキティを組み合わせてもいいですし、
あとアレキサンダーのね、キティを、クロミをね、合わせて戦うっていうことも面白いと思うので、まあ、かなりね、アルジェ、いいキャラクターだと思いますので、本当に手に入れていただけたらと思います。あと、ポロネの方もね、まあ、火力も出せるし、スキルもね、かなり小回りが効いて強いと。実は今回ね、ポロネ2体利用かなと思ったぐらい、まあ、かなりいい性能をしていますので、ポロネもね、まあ、ちょっと今からガチャ追ってとは言いにくいんだけど、持っている方はね、大切にしていただけたらいいのかなと思います。ほんと、鬼滅来るからね、クリスマスガチャ引けなんてとてもとても言えないからね。はい。ということで、今回はですね、この辺で、動画お別れになると思います。はい。これで OK かな？次のターンで倒します。よかったらですね、チャンネル登録と高評価の方もぜひね、本当によろしくお願いいたします。はい。ちょっと待ってね、しっかりパズルを決めて。はい。ということで、この辺で動画お別れになります。次の動画もね、楽しみにしていただけたらと思います。ということで、まだか。待って。まだだった。ちょっと早かった。はい。パズルしっかり決めて。はい。しっかり色が決まっていて、回復も落としになって、落ち込むも乗って、OK。じゃあ、バイバイ。